こんにちは、キャンパスサーチリポーターの笹井玲香です。今回は倉敷作葉大学にやってきました。今日は一体どんな学生に会えるのか、とっても楽しみです。それでは行ってきます。キャンパスサーチ、青春を謳歌する学生たちのキャンパスライフをいろいろな角度で徹底調査。倉敷自動車教習所の笹井指導員がこの番組のリポーターを務め、愛車のオート三輪とともに大学へお邪魔します。さて今回は倉敷作葉大学。音楽部のイメージが強い学校ですが、近年では食文化学部や子ども教育学部が設置され、女子学生を中心に人気を集めている学校なんです。はい、今回案内役を務めていただくのは高渕さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。食文化学部栄養学科の高渕涼子です。食文化学部っていうのは普段どんな勉強されてるんですか？はい、普段は食に関する勉強をしています、私は栄養学科なので管理栄養士になるための勉強を今頑張っています。ああ、なるほど。実は今面白い実験をしているのでよかったら行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。お邪魔します。お、今制作中ですね。これ何作ってるんですか？これはパンを作ってるんです。実はこのパン特徴があるんですよ。今できたみたいなんで見てください。はて、特徴があると言っても見た目はごく普通のパンですが、百聞は一見にしかず。ちょっと食べてもいいですか？どうぞ食べてみてください。いただきます。何か練り込んでありますけど、普通ですね。うん、美味しいです。見た目も変わらず美味しいパン、何が違うの？秘密を教えて。実はそれ、豆粉を使っているんです。豆ですか？はい。豆粉を使ったパンだったんですね。白いんげんや小豆などの豆粉を配合して作られているそうです。豆には良質なタンパク質のほかにビタミンやミネラルが豊富に含まれています。特にタンパク質にはアミノ酸がバランスよく含まれており、とても良質です。このパン1個に対して白いんげんならおよそ20粒、小豆なら45粒分に相当する栄養価を含んでいるそうですよ。今でこそ美味しいパンができていますが、実に3年の月日を費やしてきたそうです。今まではパサパサしたり、豆の青臭さがとても目立ったパンになってしまったんですけれども、粉の種類を変えたり割合を変えたりすることで美味しいパンを作ることができました。豆粉パンは現在商品化に向けて大手流通業者などとも交渉を進めているということです。そして現在はパンだけではなく、こんなものの研究も。なんか色付きの麺が並んでますけど、これ何の麺ですか？これは実はうどんなんですよ。こちらから一般的なうどん、ほうれん草、人参、えんどうの粉を利用したうどんなんです。パンの次はうどんですか。しかしなぜ野菜粉を使ったうどんを作ったんでしょうか？野菜粉を使った色とりどりのパスタがあるなら、それを日本の麺にも取り入れても面白そうだと思ったからです。また野菜が嫌いな方にも気軽に食べれるうどんを作ろうと思ったのがきっかけです。いやはや、いろんな食べ物の開発が進められているみたいですね。これからも美味しくて生活習慣病の予防になるような料理や加工食品の開発に力を入れていきたいと思います。みんなが作った商品がお店に並ぶのが楽しみですね。ということで今回のキャンパスサーチはここまで。次回も倉敷作葉大学からお届けしますよ。
よ。